IOC ・国際オリンピック委員会は29日、2034年の冬季オリンピックの開催候補地をアメリカ・ソルトレークシティに絞り込み、2038年については、スイスと優先して協議すると発表しました。2034年以降の招致を目指している札幌市の秋元克弘市長は、かなり衝撃的な決定と受け止めている。 ゼロベースで考えていかざるを得ないと述べ極めて厳しい立場に置かれたとの認識を示しました年内にも今後の招致の方向性を決める見通しです